おはようございます。私の方から冒頭1点申し上げます。30日水曜日から2日土曜日まで OECD 閣僚理事会、WTO 非公式閣僚会合、そして日米 EU 3極貿易大臣会合に出席するため、フランスのパリに出張をいたします。OECD 閣僚理事会では貿易関連のセッションに出席をして、市場歪曲的措置の除去を通じた公平な競争条件の確保の重要性についてメッセージを発信をいたします。 WTO 非公式閣僚会合ではルールに基づく多角的貿易体制が世界経済の基盤であり、一方的措置の応酬が誰の利益にもならないこと、同時に WTO の改革が必要であることを訴えていきたいと思っています。また3回目となります日米 EU 3極貿易大臣会合では、第三国による市場歪曲的措置への共同対処について議論をする予定であります。私からは以上です。関西共同通信です。トランプ大統領はですね、自動車などに対して、23人以上の、調査を開始したということなんですけれども、今回フランスでの三極会合で、まずアメリカに対してどのようなことを伝えるのか、また EU は日本にとってですね、自動車という面で、同じような被害といいますか、大変な目に遭うという意味では共同歩調も取れるのかなというふうに思うのですが、 EU とどのような話をするつもりなのか、お話しください。自動車および自動車部品についてはですね、もし仮に広範な貿易制限措置が発動されるとすればですね、世界市場を混乱をさせ、WTO ルールに基づく多角的貿易体制にも悪影響を及ぼしかねないものでありまして、極めて遺憾であります。ルールに基づく多角的貿易体制を重視する日本としてはですね、いかなる貿易上の措置も WTO 協定と整合的であるべきだと考えています。また日本の自動車メーカーはアメリカ国内でも良質な雇用を生み、アメリカ経済に多大な貢献をしています。こういった点についてですね、EU とも連携をしながら三極貿易大臣会合などの機会を通じてアメリカの関係者に対してしっかりと伝えていきたいというふうに考えています。ブルームバーグニュースの松田と申します。日立がですね、イギリスの原発に関しての取り組みなんですけれども、5月の初旬に会合があって、その後その都市機能の報道では、都市場役会でも継続が決まったという話なんですけれども、経産省として、国としてどのような政策を。そういった報道があることは承知をしておりますけれども、これはもう個別企業の判断に関わることでありますので、コメントは控えたいと思います。また英国における原発計画についてはですね、今後、事業者においてさまざまな検討が行われていくというふうに理解をしておりまして、政府としてはその状況を見守りたいというふうに考えています。はい、じゃあ、外務省に。